愛知県立芸術大学教授、日本工芸会理事、東海支部幹事長を務めるなど、瀬戸市を代表する陶芸家の一人として知られる加藤真也氏。透明釉を薄くかけます。織部釉をまとわせます。特に織部なんていうのは桃山家にこの地域で、出てきた焼き物で、非常にまあ革新的な焼き物と、ねばならないなんてことはほとんどなくて、もっともっと、可能性、表現の可能性っていうのをみんなが、考えればいい仕事だと思います。おこがましいけども、自分の織部っていうのが終わる時に少しぐらいできてくればいいかななんということを常日頃思ってれば、それはもうエンドレスですからね。キルトはね、ちょっとした灰のセレクション、釉の厚み、それから温度の、もう本当にギリギリの温度で焼いてますんでね、キルトなんてのは織部よりもっと単純ですけども、それだけに、特に灰という、非常に、自然で、なものが、大量に入ってる釉薬ですから、もうそういうことも含めてその止める時間が大変問題になるんですよね。だから、今回その辺のところはまあまあ、そこそこいってんじゃないですか。